なんだ、どうした？あ、ベッキーが倒れてる。そうなんです、アーニャさん。私たち家族のクリスマスパーティーに来てくれたベッキーさんがツリーの下で倒れていたんです。これは事件だな。こんな時はあいつを呼ぼう。あいつってどなたですか？それは、名探偵ダミアン様。呼んだか？あれは、でかすぎる帽子で有名な名探偵ダミアン様。今日も事件が俺様を呼んでるぜ。一体何があったんだ？ベッキーがツリーの下で倒れてた。きっとこれは事件だ。名探偵ダミアン様、この事件を解決するんだ。お安いご用さ。事件だったらきっと何か証拠があるはず。まずは状況を確認しよう。ふむふむ。飾り付けしてあるクリスマスツリー。その下に。なんだこれは。赤いサンタクロースの靴か？これは怪しいな。名探偵ダミアン様が事件の解決に近づきつつある予感。ワクワク。倒れているこいつの近くにある赤いサンタクロースの靴、そして飾り付けをしてあるツリー。ひらめいたぞ。すごいですね。もう解決ですか？どんな推理なんだろう。気になる。こいつベッキーはツリーに飾ってあった飾り付けの赤い靴に頭をぶつけて倒れたに違いない。なるほど。このサンタクロースの靴の飾り付けに頭をぶつけてしまったんですね。名探偵ダミアン様、天才だ。今日も軽々事件を解決してやったぜ。あら、アニャちゃんとヨルさん、それから何あんた、その探偵帽サイズ合ってなさすぎでしょ。バーロー、お前が倒れてたから俺様が推理してやったんだ。名探偵ダミアン様だからな。倒れてた？私が？はい、そうです。ベッキーさん、クリスマスツリーの飾り付けのサンタさんの靴に頭をぶつけて、ツリーの下に倒れていたんです。ベッキー、頭大丈夫か？ワンコブできてないか？ああ、私気絶しちゃってたのね。私が倒れてたのは、このサンタさんの靴にぶつかったからじゃないわよ。え？じゃあ原因は何ですか？気絶しちゃってた原因は、アーニャの友達のベッキー。ロイド様！プレゼントしたそのサンタクロースの靴、気に入ってくれたみたいだね。はい、ロイド様からもらったこのサンタクロースの靴、私嬉しすぎて嬉しすぎて、もらった瞬間に気絶しちゃったんです。え？じゃあ、ベッキーさんが倒れていたのは、そのサンタクロースの靴がぶつかったからではなく、父からもらったサンタクロースの靴のプレゼントが嬉しかったからってことか？そうなの、嬉しすぎて気絶しちゃった。ってことは、名探偵ダミアン様の推理は大外れってこと？今日も惜しいところまで行ったけど、俺様の頭が良すぎて推理のその先を行ってしまったみたいだな。みんなも困ったことがあったらいつでも俺様、名探偵ダミアン様を呼ぶといい。どんな推理もすっきり解決してやるぞ。全然解決してない。それじゃあ今日はこの辺で、みんな素敵なクリスマスを。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押す。メリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見る。メリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくる。メリ、タッチしていろんな動画を見てみる。メリよ。これからもアソブームよろしくね。